さあ、東京ダイヤモンド東京ヴェルディの戦い始まりました。おー、わー高いですね。スタートから早いですね、はい、藤高総一郎。そうなんです、やっぱり高さ選手も今年から入った選手ですね。そうです、井森選手は今年から新規加入 の選手でして、まあ、彼もですねオールラウンダーなんですよ。外もあるし、ドライブもできるです。対する7番鈴木啓太選手は今年41歳。おー、わー出ました、来ましたね。さすがです。フローバランスを整えたりとかですね、ギャップを作るという意味では、はい、そういったプレーは非常に大事になってきます。あー、おー、高い、強いですね、このゴール下、はいはい、鈴木啓太来ます ね、 この2対2もしっかり、ナイスターン、うん、この2対2も落ち着いて決め切ってますね、はい、強いんで、おー、そしてスティール、いいですね、綺麗に取り切りました、はい、うおー、ここも来ました、ダンクですね、これは藤高総一郎、いやすごい、本当にこれはぜひ生で会場に行ってみてほしいですね。そうですね、あー、おーっと、これもしっかりと、もう一回来ました、もう縦横無尽鈴木啓太さん41歳です。そうですね、41歳になります。わー、おーっと、藤高止められないですね、東京ヴェルディ、イモリですね。あ、しっかりリバウンド取りました。そして決めました、藤高、ナイス、このリバウンドをしっかり藤高、あ、どうだ、あ、自分でフォロ ー、 あー、まだ決まりました。藤高自分で決め切りました、うん、6対6、藤高、あーおーと、オーケーオーケー、まだボールが来てます。さあどうする、おっと、抜けた、抜け出した、これはカウントワンスロー、うわー、 N1 ですね、35秒残り、ここまで来るともう本当に、うわー、これは、うわー、よく決めた藤高、決めましたね、よく決め、全然大きな差ではないと言います、はい、藤高高い、来ましたね、さすがです、落ち着いてます、足をつってもしっかり得点取ってくる、井森が来るが、うん、これは今のはタッチショットになりましたが、リバウンドをしっかり取ってます、はい、あー綺麗です、いやー綺麗でしたね、今のは綺麗でしたね、はい、東京ダイブ鈴木啓太、めるか、藤高か、そして鈴木ツーポイント狙った、あ、入らない、これが欲しいが、あ、藤高が、ね、体の当て方が上手、鈴木啓太が指示している、自分で行けと言ってますね、藤高自分で行った、そしてしっかり指示通り、ゲームプラン通りですね、これはさすがですね、うん、あ、で